岩田光生は、日本中央競馬会所属の騎手。1991年10月から2006年2月までは、兵庫県競馬組合の清水正人級社に所属していた。園田時代地方競馬教養センター長期騎手家庭54期で、1991年に騎手デビュー。同期には、山田信大などがいる。 1990年代後半から小牧太との JRA 遺跡までその他の日本柱と呼ばれていた。2000年には前年まで8年連続でリーディングジョッキーとなっていた小牧を上回り、初めて兵庫リーディングジョッキーとなった。以後2002年、2004年、2005年に兵庫のリーディングを獲得している。ナーグランプリでは1996、1997、 2002で優秀騎手賞を2005で特別賞を受賞している。2006年に中央競馬へ移籍するまでに地方競馬で2941勝を挙げた。中央競馬への遠征兵庫県競馬所属時代から中央競馬にも積極的に参戦。2002年にはビリーブでセントールステークスを制して中央競馬の重賞を初制覇した。2004年には 菊下賞をデルタブルースで制し、地方競馬所属の騎手としては初めて中央競馬のクラシックを制覇。地方競馬所属の騎手が中央の競走馬に騎乗して GI 競争を制覇したのも史上初のことであった。2005年には第1回 WSJS 地方騎手代表選定競争に優勝し、第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズに 地方競馬代表として参戦。最終戦のゴールデンサドルトロフィーでは、大隅グラスワンで一着になって、総ポイントで41点を挙げ、総合優勝したの石崎高行、第11回の河原昭一、第15回の鮫島克也に次いで4年ぶり4人目であった。中央に移籍した2006年には、デルタブルースとのコンビで、豪州のメルボルンカップに挑戦。岩田にとってこれが、 初めての海外遠征であったが、それをものともせず勝利を収めた。2012年、ディープブリランテで東京優秀を初制覇、ダービージョッキーとなる。この年には、ロードカナロアで香港スプリントにも勝利し、日本馬として初めて香港スプリントを制した。2021年4月24日、スイープザボードに起乗して臨んだ。 阪神競馬第6レース開始前の開始馬の際に、テイエイムマジックに騎乗していた藤掛隆に対して、無知を使って威嚇した後、馬を拉致沿いに寄せ、藤掛に対して暴言を吐いたことが明らかとなった。同じ日の第2レースにおける藤掛騎乗の馬の位置取りに不満があり、その時点でも藤掛に対して暴言を吐いていたという。岩田は謝罪したが、 競馬施行規定第147条20項の適用により、レース翌日の4月25日から5月8日までの非常停止処分となり、25日のマイラーズカップで起乗予定だったケイデンスコールは古川吉洋に乗り換わりとなった。一連の騒動に対して、藤田真嗣は取材や自身の YouTube チャンネルで岩田の行為を批判した。藤田は、 JRA 所属の騎手であった当時出版した著書、騎手の一分競和解の真実において、岩田は勝ちにこだわっており、レース感が備わっていると評価する一方、馬の背中にトントンと尻をつけるような騎乗フォームについては見た目が不格好である上、馬の背中を痛めてしまうという理由から絶対に認めたくないと否定、加えて強い馬に乗せてもらっているから勝っているに過ぎないと評している。 また、岩田自身がしばしば JRA の制裁対象となっているにもかかわらず、若手機種に対しては安全に配慮した機場ができて、いないと調整ルームで威圧しているとして批判していたことがある。2007年ジャパンカップ2008年安田記念2010年、サツキ賞2012年東京優勝。ありがとうございます。